光ですね、トロンとしない観光、いよいよでございます。こちらの観光を楽しみいただきまして、お手洗い休憩がてらですけれども、もう一箇所指定店がございます。ジェームス元さんというですね、お店でございます。もし買い残したカナダのお土産がございましたら、ぜひですね、こちらで、カナダのお土産を売っております。アンモライト、また聞き覚えになるものでございますよね、宝石でございます。はい、ですとか、やはりですね、こちら何といってもビーバーのものが大変多いんですね。ビーバーの毛皮でできたもの、その他の食べ物関係も売っておりますから、ぜひ、ご覧になっていただいて、そしてお手洗いを済ませになってください。ナイアガラの船乗船でございますね。その後はナイアガラまで走ります。ナイアガラの船ご乗船でございます。気持ちよく寝れたい方は2階前方ということで、ぜひですね、楽しんでいただきたいと思います。そして、テーブルロックというところでございまして、展望台からナイアガラを楽しんでご覧いただきまして、そして、少し今日遅めのお食事でございますね。1時30分頃のお食事になるかと思いますが、バイキングとなっておりますシェラトンでございます。そして、ワールプールというところなどをですね、下車ストップいたしまして、その後ですけれども、ワイナリー行きますね。ワイナリーも入っております。さあ皆様、ここでオンタリオ州のワインの試飲、赤白、そしてアイスワインの試飲もしていただけますから、ご存知の方も初めての方もですね、お楽しみいただけると思います。ただワインですとかアルコールが苦手な方は、他の試飲というのがご用意がないそうですね。それからワイナリーの見学も入ってますんで、ワインの香りが苦手な方は、ちょっとですね、見学の方は、控えられた方がよろしいかと思います。そして、その後ホテルということでございます。で、今日の夕食は、皆様、クラウプラザホテルという、マリリン・モンローさんの泊まられましたホテルのご夕食会場での夕食でロブスターでございます。はい、楽しみにお待ちになってください。それでは私の方からは以上ですが、今日も一日どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。そしてミッシェルさん変わらずです。ドライバーさん、ミッシェルさんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では今日一日、こちらトロントとナイアガラの観光の方を担当させていただきます、現地ガイドのアントレアと申します。名前はカタカナで多いんですね、横文字だらけなんですが、日本生まれですので、意外と話してるとなんだ日本人なんだなとよく、お客さんにも、言われたりしますが、はい、これから20分ほどかけまして、交通状況によりますが、これからトロント市内を目指していきます。トロントというのはね、こちら朝夕方の通勤 通学時間なんかね、大変こう車の数多いですので、ちょっと時間読みにくいところはありますが、はい、ここから、こちら、湖沿いの高速道路を使ってですね、トロント市内中心部の方へと向かってまいります。今日市内の観光で多くの場所も、車窓で案内していくんですが、州基地道、トロント市はオンタリオ州の州の首都に当たりますので、こちら州の議会が集まります州の議事堂の建物、古い趣のある大きな建物、こちらの前も、お写真撮る時間と、そして、こちらトロ、打って変わってまた新しく斬新なデザインの、トロント市の市庁舎の方で、バス降りて時間撮りたいと思います。トロント市の人口は市の境の中に住んでいる方、市の境ですね、住んでいる方が260万人になりますが、多くの場合このトロント市の人口を話すときにはこのグレータートロントと言いますね。トロント市、そして郊外の小さな都市をいくつか合わせて、こちらグレータートロントと呼ばれる地域、560万人の方が生活しています。ですので、郊外から、このトロント中心に通勤通学で通われる方がいるようですので、たまに通勤列車、通勤バスなどを乗れているんですが、まだまだ市内に帰るまでは車社会に車を使っている方が多いですね。なんといってもトロントと言いますと、多民族な都市という印象、一番この町としてもね、世界中にアピールをしているんですね。このトロ
ント市内に住んでいる方2人に1人はカナダで生まれていないんです。2人に1人はカナダで生まれていないんですね。 ですので、子供の頃に連れてこられた方、また大人になって自分の意思でカナダに来て、トロントに住み始めた方がもう 50% ということで、本当にレストランやちょっとこう街中で立ち止まって周りの声を聞いてみると英語が聞こえてこないなんてこともあるぐらい、ただもちろん皆さんね、共通語は英語ですので、トロントだとこうかなり皆さん、このカナダに住んでいるこう時期によっては本当にこう自己流のもう英語を話されている方なんかもとても多いですし、特にこう英語のお勉強にこのトロントに来る方だったり、まだこう日本から日が浅い方でもこのカナダの中でのトロントに来ると、意外とこうすぐすんなりとこう街に溶け込めるというか、馴染んでしまうなという印象を持つ方多いですね。少し走っていきますと、トロント市内の、中心部ビル群が見えてまいります。トロント市内、中心部は、ダウンタウンなんかはこう特にこう、この北米のこう、都市らしい、表情を見せているんですが、これまた郊外に出ますと、もう、ちょっと、この道を進んだだけでこうそれぞれの移民の町がこうすぐ隣り合わせになって、こちらこう町の中をこうそれこそパズルのピースのようなようにこうたくさんの移民の町が並んでいるんですね。ギリシャ人街、中華街、韓国人街、インド人街、ポルトガル人街なんかもありますね。このようにこの最初に来られた移民が住み着いた場所、そこに、そこからそれ以降に来るこう新しく来られた移民の方がまた同じ国、同じ文化の方同士で住んでいる場所がたくさんこのトロント市内にあるんですね。そのため、このそれぞれの町、夏、春から秋にかけてはお祭りをたくさんこう、この町の中で楽しむことができるので、それぞれの文化の、この特に夏の間なんかね、ストリートフェスティバル、こう道にいっぱいにこう出店を出したり、この、音楽や踊りをパフォーマンスを見たりとね、このトロント市内にいるだけでこう世界旅行が楽しめるような気分になれるんですね。特にこう一日の間にこういろいろな国の本場の味が楽しめるということでね、特に今はこう日本食もかなりこうブームになってきていますので、昔からあるお店なんかも もちろんあるんですが、この街中にこう本当にたくさんのお寿司の看板を見るんですね。お寿司と書いてある看板、これ多くはもちろんこう、日本以外の、韓国や中国から来られた方、始められたお店でも大変多いんですが、今はこうラーメン、居酒屋なんて言葉も、もう日本と全く関わりのない方でももう十分こう、馴染みのある人、レストランのになっていますのでね、日本食もかなりこう日本から来て始められた方大変増えていますね。これからまた、ガーディナーと書いてありますね。高速道路ガーディナーというのはこのトロント中心部、この湾岸沿いですね、この湖沿いを、こちらね、湖沿いを走っている高速の方に入っていきますと、今はこの、オンタリオ湖沿い、このトロントが小さな町として始まった頃にはこの湖どこからでも見ることできたんですが、今となってはこの高速道路、そして高速道路の右手にはたくさんのこの、新しく建てられています高層マンション、たくさんの高層マンションがこちら湖沿いの方にね、今もクレーンが立って建設中の場所なんかも、見えてまいります。
もうトロントにこう飛行機で、入ってくる、また出ていく時なんかこの海のように見えていますオンタリオ湖、まあ、本当にこう、今日も、こちらナイアガラに行く途中とまたナイアガラオザレ行くという街向こうにナイアガラの、ナイアガラオザレ行くという街からもこの水平線のようになっています。こちら湖見ることができます。でもこちらほぼ間違いなく淡水の湖でして、五大湖の中でも一番小さな湖なんですが、これ琵琶湖の何倍ですかとよく聞かれるんですが、まあ、琵琶湖に例えるのもちょっと難しいぐらい、まあどうしてもと言われれば28倍、日本の面積に例える方が早いんですね。これ四国4県すっぽり入ってしまう大きさということで、はい、まあ、向こうが見えないのも納得かなというところですね。まあ、この、湖もこう船大きな船の 交通があったり、そして、まあ、あのこの湖の湖沿いにはたくさんのこう工業都市なんかもありますので、あまりこう海水浴のようなこう水に入って泳いで遊ぶというのにはあまり不向きなんですね。ですので、まあ、多くの方このトロント郊外に住んでいる方は夏のレジャーだったり、そういった場合にはこの少し北部の方ですね、トロント北部の方へと入っていきますと、さらにこうもっともっと小さな、湖、川などがたくさんこう流れていますので、このちょうど氷河が通った後の、場所にはもう1キロおきに浅くて、今夏なんか透明度が高くてこう下に魚が見えるような湖たくさんありますので、そこにカヌー、カヤック、またボードを引っ張って高速に乗って、こちら北部の方に行かれるんですね。またあのこの湖沿い、トロント市内にも少しちょっと砂浜のようにビーチのように整備されている場所なんかもあります。こちらの新婦方向、前方にはもうこのトロント市内のビル群が見えてまいりました。トロントというのももともとはイギリスの植民地のヨークという小さな町から始まりましたので、まあ、このダウンタウン中心部ですね、湖に近い場所なんかは、まあ、その当時引かれたこうメインストリートはそのまま使われているんですね。ですのでこういったこうちょっと市内を出るとこう、大きな高速道路車線たくさんあります。高速道路が見えるんですが、市内は本当にこうメインストリート、この街の中心の大通りでありながら、その当時の馬車しか通らないような、狭い通りが今もたくさんありますので、こういったバスで回るようなこう大きくこう回るような通りというのはね、このトロント市内中心はなかなかないですね。当時このイギリスの方がこうどのところのこう北米中回るたびにこう同じこう測る機械を使ってこの道を引いていくんですが、ですのでこうトロント市内中心部は本当にこう歩道もすぐそばまでこうビルがたくさんこう建てられている状況なんじゃないかなと思います。その市内中心部、もともとのイギリスの方が引かれた通りを抜けますと、今もこの郊外、大きく広い通りが増えてきます。
ちょうどこのトロント市内金融街のビルが並んでいる真ん中あたりにポンと、ね、突き出ているのが CN タワーですね。トロント市のシンボルになります CN タワー。建てられた当時は世界一の高さだったんですね。で世界一の高さ30年近く誇っていたんですが、まあ、今は中東にもアジアにももっとたくさん大きなタワーありますので、西半球1とかアメリカ大陸1とか、そういった風に案内させていただいています。ちょうどこの真ん中あたりありますドーナツ型の、ね、展望台、このタワーの高さが553メートルなんですが、この展望台があるあたりが365メートルになります。展望台、そしてレストラン、回転レストラン、そして中には、まあ、もう一つこうとても今世界中の注目を浴びているアトラクションがあるんですね。エッジウォークと言いまして、その名の通り端を歩くという意味なんですが、この展望台の周りにこう少しこうどうでしょうね、まあ、2メートル歩かないか1メートルちょっとですかね、こういったこうホームのようにこう展望台の外に突き出ている場所、そこを歩くんですけど、まあ、ただ歩いたらもう風に吹き飛ばされて大事故になってしまいますので、赤いつなぎ、全身赤いつなぎを着てこうハーネスをつけた状態でこう建物にこうくくりつけられてるんですね。その状態でこの端を外も足のすぐ下はもうトロント市内が広がっている状態で、この端を歩いている姿、まあ、歩くといっても最初にこう出た途端はもう膝がガクガクしてもう一歩も前に進めない状態、そこからこの、こちら専門の、コーチ方がちょっとずつこう外にこう足を出して、そして最後にはこうバンザーイと前にこう体を身を出すようなポーズが取れるまでに、このインストラクターがこう案内をしてくれるんですね。でそしてその間調整する間はもう常にカメラの方のね、カメラマンさんがその映像を撮っていてくれるので、こう一歩も前に出れなくてキャーキャー言ってるところから、そしてインストラクターと一緒にこうわーっとこう市内の方へとこう体を、こう投げるようなポーズを撮れるまでを一部始終撮ってくれるんですね。なので世界中からこう怖いもの知らずといいますかね、高いところが大好きという方がたくさんこのシエヌタワーを目指してトロントに来ています。辺りも少しこう建物の右手側この湖沿い、まだクレーンが立っているような、こちら高層マンションなんかもありますが、トロントもこの地震がないんですね。で基本的に地震がないということ でこれだけのこうガラス張りの建物がもうすごく早いペースでどんどん建てられていくんですね。本当に日本の住んでる意識からするともうこんなに床薄くてどんどん建ててて大丈夫なのと思うようなところもあるんですが、まあ、ここは日本よりはね、そういったところまだ、少し、ね、そこまで厳しくないということで、はい、今は新しい建物のガラスばっかりのね、こちらずっと湖沿いの景色で素晴らしい景色を独り占めしようということでね、たくさんの分譲マンションを超えています。まあ、多くの場合は海外の方、アジアの、中国を中心に投資用に、購入されて、そして地元の方が、ね、そこから帰って、ね、借りて、利用している場所が多いですね。建物自体のこう危険はないんですが、まあ、たまにこの風によってガラスがどこかで落ちたとか、そういった話を聞かないわけではないんですね。そういった話もたまに聞くことはあるんですね。ですが、まあ、今のこのブーム、このね、窓いっぱいにこう湖を景色を望めるお部屋というのはね、まだまだ、ね、ブーム続きそうですね。
はい、左手には通勤電車見えています、こちら2階建ての緑色の通勤電車、こちらは、この通勤時間中ですね、ピークの時間には、2階はサイレントというポスターが貼られまして、2階では静かに過ごさなければならないというふうになります。はい、2階では、まあ、お仕事を続けたり、まあ、ちょっと、髪を取ったり休憩したり、また静かに、作業される方、下でおしゃべりしたい方は下で、お願いしますというふうにね、こちら1階2階使い分けられているんです。面している場所から出航しています。島の中には、まあ、ちょっとこう懐かしいようなちょっとした小さな遊園地があったり、あとは砂浜ビーチのようにこの湖に面している場所や、あとはこの島にどうしてもまだ住むと言い張って動かない方まだいらっしゃるんですね、冬にはもうこのフェリーの交通もできないとても不便な場所なんですが、まあ、このトロント市がこうの島全体をこうレジャー用にこう整備、公園として整備している時もこう立ち退きに一切応じず、今もこの、トロント市のこのすぐ面している場所、島に、ね、お家を建てたままもう住んで、残ってらっしゃる方も数件まだあるんです。今こちらを通っている通勤電車なんかも空の状態でまた郊外の都市の中心駅とね、戻っていく様子になれます。はい、こちらはね、切符を買えば特に席指定があるわけでもないですのでね、座れれば、よし、まあ、座れなくとももう詰めて、利用するような、電車になっています。市内に、まあ、着きますと、まあ、大体こちら電車降りた方市内の交通使っていくんですね。トロント市内にはバス、路面電車、そして地下鉄、この3つ全て市が運営している TTC というものがあるんですが、まあ、市内こうとても細く入り組んだ通りも多いですし、まあ、駐車スペースですね、駐車場なんかもとてもこう限られているということで、多くの方この TTC 市内に着いたら市内の交通を使って、この市内を移動します。この市内の移動するときには1回3ドルを払いますと、この3つ乗り継いでもそのまま、この、町の端から端まで行くこともできますし、1駅乗るにも3ドル変わらないんです。もちろんこのそれぞれね、1週間前1月乗り放題というのもありますが、基本的にこの1つの方向目的地に着くまではバス、地下鉄、路面電車乗り継いでもこの最終目的地までが全て3ドルとなりますので、まあ、都市のこうすごく西東の端の方に住んでいる方がこう金銭的に負担にならないようにという配慮がされています。路面電車をこう一般のこの市民の足としてまだこれだけ使っている都市というのは北米でも、なかなか見ることないんじゃないかなと思いますね。町の中心だけではなくこういくつかの大通り、本当にこの市内西から東までずっとこの路面電車のネットワークが続いていますので、まあ、見る、この海外から来ると見るだけでもちょっと変わっていて形で面白いかと思います。
的に、ね、修行時間、修行する時間9時5時なんて呼ばれて言われていますが、なんかトロントの方結構早めに出て早めに帰る方も多いですね。あ、今ちょうど左手にはビア鉄道ですね、観光用のこちらは列車になります。トロントユニオンの、中心駅ですね。ユニオン駅からは、こちらナイアガラを抜けて、西にはナイアガラを抜けて、対岸アメリカ側に渡ってニューヨーク州、ニューヨーク州はマンハッタンまでこの列車でも行くことできるんですが、ユニオン駅朝7時に出まして到着、ニューヨーク市がだいたい夜の7時というね、12時間、昼間の間をずっと電車に乗って行く、到着することができます。あとは、このトロント中心の駅から、バンクーバーまでのこの大陸横断鉄道ですね。大陸横断鉄道、そして列車といっても、まあ、日本の高速の、列車に比べると、まあ、ゆったりとのんびりと、時間をかけて、この景色を見ることができる速さでの、ね、移動になりますね。こちらの列車で例えばこの国境を渡る場合には、この車内、この列車内にこのそれぞれアメリカ、カナダの入国の係の方が乗り込んできて、このそれぞれのお客さんのパスポートを確認するんですね。なので、まあ、ナイアガラちょうどこのカナダ、アメリカの国境にあたりますが、たまにこう電車が引き返してこう渡って、こっちの、アメリカに入れない人がこう向こうに戻って一旦こう降ろされたりとか、そういったことでこう電車が遅れるなっていうこともあるんですね。このテーブルがとても狭い中にこのワインセラーとか並んでますので、本当にこう船の中のレストランのような、ね、この壁いっぱいにこうワインが並べられているんですが、これも実はギネス記録に載っているものになるんです。トロントからこの郊外に出ます、この高速道路一区間を除き全て利用料が無料なんですね。一切料金所とかありません。ですので、まあ、今日も、私たちも料金所を通ることはないんですが、まあ、今市の議論の中にこう、こういった高速にもちょっとこう料金所を作って、なるべくこう自動車以外または自動車の数を減らす政策を取った方がいいんじゃないかなというのも、まあ、こう見ていると少し納得かなと思います。現在はこの高速道路の維持、管理などは全て州の高い税金から出ていますのでね、こう全員が消費税とまた州に納める税金で負担をしていますが、まあ、これから今特にこういった市内中心に、まあ、自動車全く使わない方、自転車でとまた交通でしかない、この市の交通しか使わない方、そしてこの車、自動車を必要とする方とね、そういった道のこうどれくらいこう、それぞれに与えるかというのがね、かなりこう市の議論が、加熱していますので、いずれはこちらも料金を取って、利用する高速になるかもしれないと、今、考えています。こちら左手には大きな総合病院ですね。トロントの中心部にも総合病院、大きな病院並んでいるんですが、こちらは西の、一番大きな病院になります。カナダ、このオンタリオ州もそうですが、一般のこの診察料というのがないですね。一般的にこう診察料とか、病院を出るときにお金を支払うということ、まあ、特別にこう、待遇を受けた場合を除いて、こちら無料なんですね。これも、まあ、州の、運営で、
がこの税金からこちら、保険料も出ているんですが、あのちょっとこうあの逆にこう全てこう州からお金が出るということで、私の印象からするとこう検査が大好きなんですよね。ちょっと行ったら、あ、じゃあもうあそこもこっちもこれもあれも見ようよと、ね、たらい回しにされて散々待って、うん、大丈夫だったよってまあ、そこからね、高額なこう治療費を取られ請求されるわけではないので、そこまでこう文句も言えないんですが、はい、一般的にすごくこう例えばちょっとこうはっきりしない場合なんかはね、ひたすらこうかいろいろチェックしてもらえるのは、まあ、ちょっと日本からするとね、もういいから早くもう帰らせてっていうところもね、あるんですがね、こういった病院もたくさんありますね。あ、右手にはこの湖沿い、レジャー施設、このスポーツをやる施設なんかも並んでいるんですが、今右手大きくこのドーム型に膨らんでいる場所、この下はテニスコートになるんですね。一年中利用できるようにということで、でも少しこう、肌寒い季節になりますとドームを上にこうドーム型になりまして、中でも、常にまた、このテニスコート、夏はそのドームを取り除いた状態で、今はこれをかぶせた状態で利用できる、テニスコートになります。といっても、まあ、こちらは一般の市民に開放されている場所ではないですね。こちらの赤い屋根の建物、こちら一帯はプライベートクラブになりますので、まあ会員制といってもこう会員に なりたいですと言ってなれるものではないんですね。ちゃんとこう、中の方から、お知り合いから紹介を受けたり、またその中にいる方からちゃんとこう、いろんな反論は、この人が会員になるの反論ないですかという確認を取った上で、まあ、今は少しこう一般にそこまで厳しくこう制限はされていないですが、まあ、ほとんどがこう紹介でこちらのプラこういったクラブ、会員になって、こちらで、まあ、家族、そういった方の、子どもたちがここでこう夏の間スポーツをされたりする施設になります。この辺りもね、ヨットがハーバーになっていたりと、あとこの少し湖から仕切られている場所になりますので、でこの辺りでこうカヌー、カヤックなんかの練習ができたり、そういった施設になっています。ですが、こちら進行方向正面、大きな風車の、ね、こちら、ね、回っています。こちらのドーム下にありますドーム型の建物を中心に、この夏の間には、CNE なんて略されますね、エキシビションなんて呼ばれます、大きなこう夏の終わりのこう大きなお祭りといいましょうかね、本当にこう食べ物からこうその時の有名な人がこうパフォーマンスしに来たり、この移動遊園地があったりと、あとはこう本当にこうお祭りの出店がたくさんこの会場内に出るんです、来まして、まあ、本当にこうトロントの人にするともう夏の終わり、8月の最終週のもう、決まり事というかね、必ずこう皆さん訪れる場所になっています。このレイクショアの通り自体も、このホンダインディですね、カーレースのこの会場としてこの通りを封鎖して車のレースをするんですね、夏の間に、は
はい、ですので、まあ、高速、その時はこちらの通り使えないですが、高速からもすでにこう練習中のエンジン、車のエンジン音が聞こえてきます。左手にはまた後ほどねよく見えるかと思います、赤い席が並んでいました。こちらの会場はトロント FC フットボールクラブですね、トロントのサッカーチームのプレーする会場になるんですが、まあ、トロントなんといってもこうサッカー、まあ、サッカーのスポーツ自体はメジャーなんですが、このトロントのチームというのはまだね熱烈なファンが少しいるばかりで、あまりこう、全体的にこう市を挙げて盛り上がるというほどでは人気ではないんですね。なんといってもトロントといいますとホッケー国民的スポーツですが、こちらトロントはメープルリーフ、ちょうどシーズンが始まりましたメープルリーフというチームがプレーしています。メープルリーフ、今までも いつまでもこのちょっと惜しいチームといいますかね、あまりこうリーグの中でも評価高くないですね。でそれでももうけなげにトロント市民このメープルリーフ応援されている方大変多いですね。で調子がそんなに優れてなくてもこのメープルリーフ、シーズン始まりますとチケットは本当に完売でなかなかホッケーのチケットを取ることできません。でそしてまあもう何といっても今とても調子がいいのが野球ですね。トロントブルージェイズ、今プレーオフが始まりまして、3戦取ったら、進めるところを今、テキサスと、4戦戦いまして、こちらトロントの試合は2つとも負けてしまったんですが、テキサスの試合2つとも勝ってるんです。ですので今日の試合にかかっているんですね。今日、4時、ゲームスタートですね。本当にもうトロント限らずカナダ中この、ブルージェイズ期待してますので、まあ、ここでちょっと、ホームゲームで1回こう大きく、ね、優勝してくれたらもう本当にトロント中大盛り上がりだなと思います。トロント自体も本当にこうスポーツチームにこうがっかりさせられるのに慣れているので、こう急に今年調子が良くなってね、本当にもうブルージェイズも普段だとチケット買えるんですが、もう買えないですよと、もう販売ありませんよと言われてしまって、まあ今はにわかファンと言いましょうかね、急に野球ファン、街中でも青いこのユニフォームを着た方、帽子かぶってる方たくさん増えましてね、はい、あとこのあと今日にかかってますね、今日次第でこの街の雰囲気なんかもね、多分だいぶ変わると思いますね。今日はもうレストラン、まあ、どこに入ってももう昼間から多分試合観戦にもう皆さん夢中かと思います。はい、今ちょうど路面電車、2つのモデルがこうすれ違っていますが、この右に見えています手前、そう私たちの方に乗ります右手、今止まっているものがこう古い方ですね。今動き出したのが新型の路面電車になります。でこちらどちらもね、同じレールを走っているんですが、この古いもの階段がありますので、車椅子またはこう少し段差の、段差が辛いという方は利用することできないんですが、今新しいものは、ちゃんとこうフラットが出るようになっていますので、新しいものは車椅子でも簡単にこの、車両内に入ることができるようになっています。といってもこの新型車両まだだいぶこう発注してからこう出てくるこの完成まで遅れが出ていますので、今この湖沿いのこの通りが路面電車のみに使われています。で飛行機なんかの製造もしていますボンパルーティカナダの会社になりますので、これすべてカナダのメーカー、地下鉄もバス路面電車もこれ、地下鉄も路面電車もカナダのメーカーのものを使っているんですね。
用かと言いますと、めったにないですよ、めったにないんですけど、このガーディナーのから何か落ちてくるとかあの塊が落ちてきたなんていうことめったにないんですが、たまにあるということで、大掛かりなこの講習が必要と、急にこの急にね、老朽化していますので補修が必要ということでね、この辺りの財源と、そして工事、ここをどうやって、この忙しいトロントしないでこの工事を行うかということをね、急ピッチに考えられています。少しも隙間からロジャースセンター、そしてシエルタワーですね、見えてまいりました。ロジャースセンター、こちら白いドーム、世界初の開閉式ドームになります。今ブルージェイズ今日の試合、直前ということでね、こう嵐の前の静けさと言いましょうかね、はい、ブルージェイズがプレーしています。ドジャースセンター、その野球、試合が見れるホテルが実はこのドジャースセンターについているんですね。ルネッサンスホテルというホテルも、お部屋の、6割がこの球場、窓は球場を面しているお部屋になるんです。ですので、お部屋に、好きな料理を持って、また友達を呼んで、こう試合観戦、もう朝から練習からこの支部、この球場の整備から全てこう、お部屋から見て、そして試合観戦もできるというお部屋になっています。